5月の ISM 非製造業景気指数は 64.0 と1997年の統計開始以来の最高を記録しました。市場予想も上回りました。個別の項目では事業活動や製品納入価格が上昇しました。コロナワクチンの普及に伴い旅行や宿泊施設などの需要が増加していることを受けて18業種すべてで業況が拡大しています。